尾崎和夫12月25日から1983年3月31日は、日本の小説家、三重県生まれ、早稲田大学国文化卒、詩が直哉屋に指示、生活区の中で執筆し、短編集、のんきメガネで芥川賞受賞。その後大病を患い、療養生活の中で自然や生き物への観察眼を深め、身近に迫る詩を見つめた、 新境小説を発表して高い評価を受けた。昭和期の代表的な私小説作家であり、虫のいろいろや美しい墓地からの眺めなどの作品は、作者のみならず、新境小説の代表的作品として知られている。日本芸術院会員、文化功労者、文化勲章受章。実家は、祖父の代まで、神奈川県小田原市の僧が神社の神官を務めた一族だが、 父、尾崎康香は、東京帝国大学史学科卒、神宮工学館講師をしており、三重県宇治山田町で生まれる。16歳で、志賀直屋、大津淳吉を読んで感動し、作家を一生の仕事にしようと決心する。神奈川県立小田原中学校、早稲田高等学院を経て、早稲田大学文学部国文化卒業。政治家、河野一郎とは、 早稲田大学も含め同級生であった。学生時代に肺病を患ったことから、憧れの滋賀直哉に、一刻も早く会いたいという気持ちになり、滋賀の親戚という同級生に紹介を頼み、滋賀に支持する。山口剛や、久保田宇坪の影響を受けた。早稲田時代から古本収集をしており、多くの文芸書の初版、限定本を得たが貧窮した時期に売ってしまった。 1925年、同人雑誌、主張に2月のすがるを発表し、1枚2円50銭という破格の原稿料を手にする。新進作家として注目されたが、5年にわたって、低待機を送る。その理由として本人は、前世であったプロレタリア文学に圧迫され、締め出されたこと、死がのようになりたいと頑張ってきたが、スタミナ切れで息切れしたことを挙げている。 1931年に、金沢の女学校を出たばかりの山原松江と結婚し、これを機に再起。滋賀から斎格の現代語訳の仕事をもらい、1932年に滋賀と共著の形で出版。滋賀は、斎格の力強さが失われるとして、現代語訳自体に否定的であったが、尾崎の経済的困窮を見かねて引き受け、尾崎に印税を与えた。 1937年、短編集、のんきめがねで、第5回、芥川賞を受賞し、作家的地位を確立した。1944年、病気のため恐竜下蘇我に疎開し、長い療養生活を経て、以後この地で、作家活動を行った。神林明と並んで、戦後期を代表する、私小説の作家として知られる。その文章は、ユーモアと負け 理不尽への怒りを背景に独特のリズムと爽やかな独語感が印象的。三島由紀夫は尾崎の作風を気流しのしがな親と呼んだ。特に晩年の小説とも随筆とも判別しがたい自由活発の作品はその心境の深まりと相まって心境小説の典型を示している。一子という娘があったが尾崎史郎がこれにあやかって、 娘に一子と名付け、いずれも早稲田大学へ入ったためよく混同された。後、四郎の娘は、中村定女の息子と結婚、和夫の娘も結婚して、古川と生が変わり、協調を出している。代表作は、のんきメガネ、虫のいろいすみっこ、幻の木、虫も木も、あの日この日など。裁判年から没後に、尾崎和夫全集が刊行された。 1964年日本芸術院、会員。1978年文化勲章受章、文化功労者。1983年3月31日に小田原市の自宅で倒れ、搬送先の病院にて救世した。遺構は同月に亡くなった小林秀夫の追悼記だった。当時の書斎が小田原文学監視基地内に移築されている。 聡賀神社と、尾崎和夫だらし ABCDENHK、ラジオアーカイブ、我が文学我が階層本人団、尾崎和夫邸書斎のご案内小田原氏、中村和恵古川和恵、二人の一子、岩井博史、作家の臨終、母比辞典73ページこのページは、ウィキプロジェクト作家のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。